コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネット佐藤です。松尾です。さあ、始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラでございます。さあ、というわけでございましてですね、はい、あれですね、あのディズニーのね、ダッキー&バニーのですね、うん、ショートムービーが公開されたんですけど、はいはい、これ僕もちょっと楽しみにしてたんですけど、はい、ちょっと声優選ばれず。あれってでも言ったスピンオフみたいなやつでしょ。そう、スピンオフみたいなやつで、うん、いや、なんか俺だいぶ前に情報を聞いてたんです。それがやると、そう、どうやらやるらしいと、うん、あ、これはもううわ、またできるのかと思って、うん、ちょっとワクワクしてたら、なんかいつの間にやらもう公開みたいなやつ、うん、えっつって、でマネージャーに、え、これって、え、声俺らじゃないのって言ったら、うん、どうやらそのショートムービー系のやつってやっぱりその予算がだいぶ限られてるらしいので、うん、なかなかご本人さんじゃないらしいですね。なるほどね。はい、あ、なんかそこがね、言ってくれたらねってことでしょ。なんか言ってくれたらねっていうことだったんだけど、うん、なんかそういうのを言うあれもないんだって、文化も。ああ、交渉とかもそういうのもないんだ。そういうのもないんだって。じゃあ他のそういう他の映画の他のシリーズのやつも、じゃあ違う人がほぼやってる。そう、ファインドリーとかのやつもあるんだけど、おうおうおう、あれも室井滋さんとかじゃないし。ええ、違うな、あれ全部室井さんじゃないんだ。室井さんとかじゃないの、他の声優さんがやってるの。まあ確かにそうだなっていうのはあるんだけど、うんうんうん、え、でそれ見たの、ダッキー&バニーのやつは。ちょっとまだ見てないです、ちょっとショックで。ちょっとそれはショックか。ちょっとショックでまだ見れてないんですよ。まだ落ち着いてないっていうか、なんかだからツイッター見てたら、うん、あったんです、そのチョコプラクビになってるやんみたいな、うん、だから そういうわけではないんです、あれは。うん、でも一回ちょっとディズニーさんに確認してみないと。もしかしたら、いや、クビ、いや、だとしたら次映画化されて、そうだね、ファイブね、ファイブがあった時に、その俺らじゃなかった、ダッキーバニーが出てて俺らじゃなかったら、これもう完全クビですけど。だからもうそれがもうペコパとかになってたら、そう、もう完全クビですよ。いや、ちょっとやりたかったなって思いましたね。いや、まあでもそれはまあしょうがないのか。まあまあそういう世界の話です、ね。声はどうなんだろうな。いや、ほんま別に全然タダでやりましたけどね。え、じゃあその予告編見たのも見てない？まあちょっと見た。どうだった声は？それは何？まあまあ。俺らに寄せてくれてんの？いや、そんな寄せてない。あ、そう。うん。全然。でもそれはそれでなんだ。それはそれで見たい。へぇー。うん。また全然違うみたい。うん。なんでやりたかったけど。やりたかったんですよね。だから、うん、まあでも大変だからな。いや、じゃあお前はちょっとだいぶ大変ぜ。じゃあ発音が下手くそすぎるからさ。いやー、大変だもん。本当に。びっくりしたぐらい。俺もうちょっとでも本当最初やってる始まった時に、あ、こんな大変だったら。もうやりたくないなと思うぐらい大変だった。終わってからはそんな思わなかったけど、うんうんうん、途中それぐらい、うん、うーわ、声優むずーと思った。いや、なんか声優っていうよりほんまになんかイントネーションが変なだけでさ。いや、でもやっぱ難しかったじゃん、とはいえ。いやいや、めっちゃむずかった、もうめっちゃむずかった。え、もう本格的にやらさせてもらったのがもうダッキー&バニーが一番最初だったからね、うん、こんな大変なんだと思った、ね、でもそれでも俺らあれ甘やかされた環境でやってた。いや、全然甘やかされてた。でも一回さ、あのガチの声優さんに並んでやった時あったじゃん。うん、なんだっけ、誰やな。デュエルマスターズ。デュエルマスターズ。うんうん。すごいよね。すごい。だからもう入れ替わり立ち替わりのやつね。そう。もうなんかもうほんま間違えられへんっていうプレッシャーすごいもんね。もうでもあれでもやっぱり優、後々から優遇されてる。優遇され、それはもちろんそうです。本当は入り口で出入りの窓のドアの開き閉めやなきゃいけない。そうそう、一番下がね。しかもなんかめちゃくちゃもう名前もわけわからへんかって、うん、なんかもうあれはすごかったですけど、ちょっとやりたいですね、また。いやー、大変だ。ちょっ
まあでもクレヨンしんちゃん待ってますから。ああ、そうそうそう。はい。お楽しみに。うわ